正式名称は天正皇大神宮祭といいまして、5月の5日の子どもの日にあります。昔はですね、その日にみんな家族が帰ってきてお祭りを見に来たんですけど、今はね、みんなだんだん少子高齢化になりましたからね、少ないんですけども、それでももうお楽しみにしておりますけどね。はい、静岡県内にはかつて多くの農村歌舞伎がありました。小さい頃からここに連れてきてもらって、いろんな歌舞伎を 見てきて、衣装もかっこよくて、言葉は何言ってるか分かんなかったですけど、すごくかっこいいなと思いました。